のどが、峰は、岐阜県岐阜市の最高峰の標高417.9メートルの山である。長良川の北側にあり、その対岸の金華山と対峙している。北側の山腹を東海自然歩道が通り、北西の三田道には四季の森センターの公園が整備され、周辺には遊歩道が整備されている。 地形図に最初に3名が記された1923年発行の陸地測量部編さの2万5000分の1地形図、岐阜において、本来の位置より約1000メートル西の標高341.5メートルの、それこそ何でもない三角点に誤って、都度が峰の名が記され、東西南北のどこからも仰ぎ見られた417.9メートルの岐阜市最高峰は、 無名にされてしまった。翌1924年に5万分の1の地形図、岐阜が発行されたが、都度が峰の位置の誤りは追認され、戦後の国土地理院発行の地形図になっても、正されないままであったため、登山者たちは無名になっていた岐阜市の最高峰を、都度が峰の位置の誤りがあまりに長かったために、角川書店や平凡社の地名辞典でも最高峰を無視し、 341.5メートル峰を、都度が、峰としている。しかし2003年に、市民から、岐阜市の最高峰こそ都度が、峰との声が上がり、江戸時代の古地図や、新鮮美濃市、農業市役などの古文書の中に書かれた、江戸期の都度が、峰がいくつも市に寄せられるに及んで、2007年3月に、岐阜市も、やっと国土地理院に、地名等の訂正申請を行い、 同年3月30日に標高417.9メートルの岐阜市最高峰にトドが峰の名が戻った。陸地測量部によって名前が剥奪されてから84年ぶりのことであった。それと同時に、それまでの地形図のトドにはトドと振り仮名が打たれていたが、これもトドに訂正され、同年4月7日に国土地理院からインターネット上に配信されている。 電子国土機関情報の地形図において公示され、次回の上地形図の発行で正しい位置の図版が出されることとなった。この山は岐阜市を流れる長良川の北に位置し、岐阜県山学連盟、俗岐阜百山岐阜新聞社や2000年2月号の大和渓谷で紹介されている。もちろん地形図では無名にされていた時代であるが、417.9メートルの無名にされていた。 最高峰を、都度が、峰として記述していた。南山独の登山口付近にある松尾池山頂には、木製の展望台が設置してあり、南側に長良川、金華山、農地平野を望むことができる。2001年4月23日、将来団地上部付近から出火、都度が、峰西方1 1キロメートルの、新福寺山の南側斜面約8ヘクタールを焼いた。 この山火事の後、桜の植林が行われた、上空から望むとどが、峰と長良川を挟んで南側にある、金華山。ありがとうございます。